ヒルノブ、終わりました。メインイベントは、まあ、G ブラスとね、戦いましたけども、なんかシュンがジェイソン、束縛してましたね。ちょっとね、俺は的には、個人的には回答ね、あ、そうですね、前哨戦、ちょっとブレたね、あれ。ゴタゴタしましたね。まあ、ちょっとなんか、ぐちゃってなって、ちょっと堀口さんが最後、シュンにやれましたけども。まあでもね、今度ホールではね、はい、ありますから。そうですね、25日は。はい、しっかりね、はい、ツリーマッチしっかりやって、しっかり交渉して、まあ、あとはジェイソンの気持ちですから、そうだね、絶対にジブラッツには行かないと俺は信じてるんで、そしてね、カイトのトレーニングですね、そうだね、もうとにかくやるしかないんで、やるしかないですね、まあ、どんな、まだリスク言われてないけど、まあ、どんなリスクが来ようと俺は関係ないと思ってるから、信じてるよ、やりますんで、はい、よし。じゃあ夜の部は巻き返して盛り上げていきましょうか。よっしゃ、はい、バイブスでガンガンバイブス上げていきましょう。ヒャッパー、うわー、おい望月、何逃げてんだよ俺から。お前怖いんだろ本当は。それからよ、リーグの周りにいた練習生、俺がせっかく入ってて再戦しようと思ったのに俺を引きずり戻しやがって、お前ふざけんじゃねえよこの野郎。だからな、今日の夜楽しみにしとけよ。皆さんもぜひ見てくださいね。うめぇ、三人で今日一人で。わけわからんわ。それから、今日も会ってたのに、あんだけチャンスあったのに、アピールなしか、誰より言っても。もうええやけ。俺らもう最終王者ということでええか。もうこれから、俺らに挑戦したくないんやろ、結果見え見えやから。まあ現状そうやな、そらそうやわな。なんでか分かるか、おい、俺らはユニット結成以来負けなしや。負けなしでこのベルトを取ってね、そら俺らに挑戦するのビビるわな。おい、それからお前らファン、お前もそうですよ、これお前らな、俺らは負けなしでこのユニットの賞状取っとんねん。おい、なんで他のユニットのグッズ持っとんじゃこれ。おい、言っとくぞ、他のユニットなんかどうでもええんじゃ。お前らはな、俺らが読み取ったらええんじゃわよ、俺。この間、これから多い清水と弁慶、誤爆した。今日、シュン一番しっくり来たかもしれない。わかんない、わかんないです。まあ、せっかくのブレイブ前哨戦だっていうのに、あ、また試合ぶち壊されて、しかもなんで、ハイスピーだけじゃなくて、ついにとうとう絡んできたね。とうとう絡んできたよ。俺本当にあいつと絡みたくなくて、もうなるべく距離をしたんだけど、もういよいよこの時が来てしまいました。でも、ついに5月5日にやらせろって、もうブレイブ決まってんのに。もうね、もういい、もう次のことはいいから一緒にするわけない、とりあえずもうだよ、お前はもうとりあえず今はもう全然ない、考えられないですよ、はい、とりあえずね、ブレイブここだけを考えて、5月5日、愛知県はね、あいつ、一旦保留というか、もう考えない、考えなくていい、とりあえずブレイブだけ考えて、もうブレイブ集中して、5月5日、必ず防衛するんで、まあ、それまで、しっかり試合でモチベーション上げていきますんで、応援よろしくお願いします。